2001年の切手に描かれたロシア憲法裁判所、マリアン・ペレチャトコービッチは、ロシアの建築家。ウクライナ生まれ。サンクトペテルブルクやモスクワで、主に活動したが43歳で早死にしたため、キャリアは8年間だけの活動期に限られる。オフィスビルの作品では機能性を主張しているため、ルイス・サリバンと時々比較される。死はレオン・ティベヌアで、 合理的モダン主義の作品も多く残すが、代表的な作品は、ネオルネッサンス様式の作である。救助者の水協会サンクトペテルブルクアカデミーを卒業し、1901年から土木技師協会芸術アカデミーで、デノアに支持した。在学中に、すでに図案家として、有名になったため建築からに注目され、ガブリエル・バラノフスキー、ローマン・クレインや、 イワン・レルベルグラに自作のインテリアデザインのため雇用される。従って、卒業の前に、ロシアの領主との専門家たちに評判を得、ホテルメトロポル、エリセーフの中心地に立つプーシキン美術館のような質の高い仕事に関わった。1907年からアカデミーの調査旅行でヨーロッパを旅し、フィンランドで練習されるエリエル・サーリネンやラルス・ソンクラ。 作品を学んだ。南欧のローマ建築とともに、これらの様式が彼の短いキャリアに影響を与えた。ヨーロッパから帰国し、彼は最初の主要プロジェクトとして、モスクワのソロドフニコフのアンアパートの建物を設計した。これは典型的な北方モダン、つまりサンクトペテルブルク版、アール・ヌーボーであった。 彼の第二プロジェクトモスクワの北保健会社建物は、レルベルグラと共同して、厳格な新古典主義の復活。この建物はまたイリア・ゴーロソフや、セルゲイラ・フマニノフラの雇用のためだったようである。その後は、サンクトペテルブルクのロシア憲法制定法廷や、様々なオフィス及び家屋を担当する。今日最もよく知られているのは、 ルネサンスの外面と新古典主義の構成を持つバベルベルク貿易銀行がある。思想的には同じ時期のヨアン・ジョルトーフスキーやモスクワのダラソフなどらとともにコンパクトな建物を作っている傾向がある。歴史的建築修復なども関心を持って担当しサンクトペテルブルクの教会の設計などで最も発揮されていて12世紀の建築として促された。 水、救助者協会、などいくつか担当する。ただし、ウラジーミル・スズダルによる、日露戦争で殉職したロシア戦員を記念する、協会は、1932年に、レニングラードの権限によって破壊された。他の主要なプロジェクトは、ローマ・カトリック協会のカケドラルなどもある。この他、なお、ノートルダム・ベルルド。などロマネスクな、北欧風建築は、 シノベノワと共同して設計されている。最後の仕事は、コフ教会という記念チャペル。ロシアでは後に、オレグ・コンスタンチーノビッチなどに、歴史的な手法を模倣されている。ペレチャトコービッチは、1915年以降の、新古典派復興運動の最も若いメンバーとして、同じ時代のサンクトペテルブルクの建築家たちに、大きな影響を与え、ウラジムイル集 イワンフォミンと共に、この様式での先導的な役割を確かなものにした。ありがとうございます。